大仙市。大仙市は、秋田県の南東部に位置する市である。2005年、平成17年3月22日に、大極仙北地域の8市町村が合併し、誕生した市である。東京23区より広い面積を有する。県中央部に広がるでは山地から、国内有数の国葬地帯である、横手盆地北部の仙北平野、さらに、 大雨山脈の真昼山地までの広範囲にわたって位置する。そのため、一つの市ではあるが八つの地域ごとに多種様々な文化や自然を見せる。そのうち、大曲り地域は市の中心部である。大仙市役所本庁が置かれ、国や県の各行政出先機関も大曲り地域に集中して存在する。合わせて、交通の要衝であり、 地域の主要な道路と鉄道が集中する。そして毎年8月には、小物川河川敷運動公園にて全国、花火競技大会が行われ、全国各地から数十万人の人々が訪れる。その他の地域には、農業地帯と自然が広がる。戦北平野には区画整備された広い国倉地帯。市の東部には、和賀山海南端の原生自然。市の西部には、 では産地のなだらかな丘陵と森がそれぞれ広がる。なお、市の名前である、大戦の由来は、大曲市と戦北軍のそれぞれの頭文字である、大と戦を取ったものである、日本の合成地名一覧地名の一部を組み合わせた合成地名のこと参照。この名称は、公募、選考され、対局戦北合併協議会の臨時協議会で決定された。 大仙市は、東を、大宇山脈真昼山地、西を、県中央部に広がる出羽山地、南を大物川と横手川に挟まれた角間川町、北を、大石武市山頂から、少し南下した付近を境界とする。市西部の出羽山地の山々と、市東部の大宇山脈が、横手盆地北部の仙北平野を囲んでいる。市の南部から、 北西部へと一級河川の小物川が流れる。また、小物川の支流で一級河川の多摩川は、市の北部から中央部まで流れ、神宮寺地区の神宮寺岳付近で合流する。市中央部及び東部の平野では、マヒル山地を水源とする、西内川や川口川、マリコ川などの河川が流れ、西内川は長野地区で多摩川へ、川口川は、 堀南地区でマリコ川に合流した後、小物川へ、それぞれ合流する。市南部の角間川地区では、横手市から流れる横手川が小物川と合流。奈良岡川は南海地域を流れ、同地域南奈良岡付近で、小物川と合流する。市北西部の丘陵地帯では、新蔵川や土海川などが土川地区を流れ、刈羽の地区で小物川と合流。 荒川は共和城淀川地区で、淀川に合流し、秋田市優和との境界で、小物川と合流する。大仙市内の最高峰は、大仙市東部の大田地域にある小杉山、1229メートルであるが、この周辺は、マヒル山地、和が山海の一部であり、同時に巻き、マヒル県立自然公園に指定されている。 小杉山の他に薬師岳や白岩岳などの標高の高い山々が連なり、また、牧渓谷などの渓谷が形成されている。これに対して、市西部は、出羽山地のなだらかな丘陵が広がっている。大仙市中心部の大局、上岡、南海地域にまたがり、太平山、姫神山がある。東北地方の夏と冬に吹く。 季節風は、市の東部に位置する大宇山脈の山々にぶつかる。これにより太平洋側気候と日本海側気候が分けられる。その内大戦士の気候区分は、日本海側気候に分類される。夏は、太平洋側からの季節風は遮られ、晴れの日が多い。また、山瀬、東風も大宇山脈による、フェーン現象により高温化し、 日照時間は長く気温は上昇する。そのため、特に平野尾部、仙北平野では、真夏日や熱帯夜になることがある。冬は、日本海側から吹く湿った、冷たい風が、秋田平野を越え、では山地の山々にぶつかりながら、横手盆地を経て、大オ,オ山脈に至る。そのため、降雪量が多く気温は低い。また日照時間は少ない。冬場は、 出順な気候であるが、大雪が降る場合は乾いた雪が降り積もる。自然域が豪雪地帯であり、特に旧共和町地域は特別豪雪地帯に指定されている。合併以前のそれぞれの市町村のページも参照。2005年、平成17年3月22日大曲り市と、仙北郡六町一村、上岡町、西仙北町、中仙町、共和町、 南外村、仙北町、大田町が合併し発足。構成8地域の中で、共和地域、西仙北地域、南外地域の3地域が合併前より過疎地域に指定されており、合併後は大仙市全域が過疎地域、過疎とみなされる市町村の指定となっている。地名変更は以下の通り、大仙市の式などに使用されているシンボルマークは、 大戦の D をデザイン化したもの。大きな背中に夢を乗せ未来に羽ばたく元気な街。これは、対局戦国合併協議会にて、新市建設計画をまとめた際に、そのイメージ、目標としたもの。第十三回対局戦国合併協議会で、正式決定。なお、大きな背中に、は、全合併市町村の頭文字を取ったものである。 大仙市の市役所及び市所は以下の通りである。大曲地域を除く市内7つの地域自治区のそれぞれに市所を設置している。大曲地域所管。大仙警察署が大仙市内全域を管轄する。また以下の交番等を設置している。大仙市内の消防業務は大曲戦北広域市町村県組合消防本部が担当する。管轄地域は 大仙市、仙北市、三里町で、消防本部は、大仙市に設置されているなお、中線文書は、角野立消防署、仙北市の文書なる。また、消防団として、八つの市団からなる、大仙市消防団が設置されている。合併以前は、大曲市街9が、町村清掃事業組合が管理する大曲市街9が、町村清掃センターが事業を行っていたが、 現在大仙市内のゴミ処理は大仙三里クリーンセンターで行っている。大仙三里クリーンセンターの隣に県が管理する南部流域下水道事務所対局処理センターがある。大仙市は地方自治法第91条の規定に基づき市議会を設置している。なお、大仙市議会の議員の定数は28人であり、市議会定例会は年4回開かれる。 大曲地域には、以下の通り、秋田地方裁判所及び、秋田家庭裁判所の支部、大曲簡易裁判所が設置されている。江戸時代、小物川の流域である、大曲地区、角間川地区、狩輪の地区、そして北部から流れる多摩川の流域である、長野地区は、周運が栄えた。その面影は、今も残っている。また、京和地域では、久保田藩の指導で、 荒川鉱山や宮田また鉱山の開発が進められた。そして現在の大仙市域東部、仙北平野では、神殿開発が行われ、田沢疎水等の開発が進められた。明治、大正時代になると鉄道が開通し沿線の地域は発展していった。特に大曲地区は大仙北地域の中心都市となり、今日の大仙市の中心部を形成している。 昭和の初期に入ると、田沢疎水が完成。今日の日本有数の国草地帯を形成するに至った。また、荒川鉱山と宮田又鉱山は、昭和初期に最盛期を迎えたが、荒川鉱山はその後の昭和十年代に、1940年に山して、宮田又鉱山は1965年、昭和40年に閉山した。戦後、大曲市となった大曲地区中心部には、 娯楽施設やデパートなどの商業施設が建設され、地域の中心的存在が強まっていった。また、大仙市東部の仙北平野では土地改良が進み、国葬地帯を形成しまいの生産地となった。しかし最近では人口の減少や高齢化が表面化してきており、農業などの産業への影響が出始めている。今日の大仙市における産業は以下のようになっている。 大戦士は、地方自治法、第202条4第1項の規定に基づき、以下の8つの地域自治区を設置している。大局や狩り和の、京和坂井などの地区は、古くから、県南部の交通の要衝であった。では、国を縦断する宇州街道、現、国道13号を基軸に、四津や長野を経て、角館城へ向かう角館街道、現、国道105号。 角馬川を通り、県南へ通じる沼立街道、さらには、狩輪の街道など、県南各地を結ぶ街道が交差していた。近代に入り、鉄道が整備されると、大宇本線と、西保内線、現、田沢湖線、秋田と盛岡、仙台、東京を結ぶ秋田新幹線が開業している。大宇本線は、国道13号と並走するように南北に、縦断する。 また、森岡とを結ぶ田沢湖線は、大曲駅を起点として、国道105号と並走し北上する。なお、秋田新幹線は、大曲駅でスイッチバックを行う。大田地域で、岩手県和賀郡西和賀町と接しているが、大仙市内に車で県境を越えられる道路は、存在しない。秋田自動車道は、市の西部の丘陵地帯を南北に縦断する。 市内には今日は、西仙北、大局の三つのインターチェンジが存在する。2006年には、本庄大局道路の一部である、大曲西道路が開通し、大曲インターチェンジと、国道13号大局バイパスが結ばれた。国道13号が、市のほぼ中央を南北に縦断し、また、国道105号が、 市中南部の花館地区で国道341号と国道46号が市北西部の共和状を淀川地区で国道13号とそれぞれ交差し市を東西に横断する市内を走る主要地方道は秋田県道28号秋田岩見船岡線を呼び奇襲点が他の市長にある 秋田県道10号本庄西千北角野立線と秋田県道11号角野立6号線を除いて全てが大曲地域もしくは上岡地域または千北地域を奇襲点としている。また県道10号、県道11号、県道28号を含めたすべての主要地方道が国道13号、国道46号、国道105号のいずれかと市内で接続。 交差している。共和地域は018、秋田市などと同一 MAA、それ以外は0187である、仙北郡三里町、金沢地区を除くと共通。ただし、0187の地域のうち、中仙地域だけは、仙北市と同一の MAA、角野立 MA とっており、中仙地域とそれ以外の地域の相互通話の場合は、市外局番が必要である。 対局 MA の市内局番は60から89、角野立 MA の市内局番は30から59である。共和地域の市内局番のうち881の局番は秋田市か浜、川辺、伊和でも使用され、889、892、895、896の各局番は秋田市中心部でも使用され、 893については光電話用局番として使用されいる。894については現時点では共和地域のみで使われている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。